はい、こんにちは。今朝投稿した全化式、まあ基本的な問題ですけども、3通りのやり方で説明したんですけども、まあもし他にあったら教えてくださいって言ったら、まあ他にやり方いいの、それ確かに一番楽、一番いいと思うのがあったので紹介いたします。これ4の N 乗じゃなくて 4N だったら、まあよくある話で、4の N じゃなくて 4N だったらこれ1個上から引き算すると、まあ N の式が消えてくれると。足す 4n プラス4になるかね。まあ、こうですよね。これだったら引き算すれば n が消えてくれて、まあ、いい感じになると。じゃあ、これもう一個上から引き算ってコメントに書いてあって、それでは別に n の式消えないじゃんと。4の n 足す1ですからね。これ引き算しても別に、これ、n 消えてくれないんですけど、消えてくれないんですけども、まあ、これに揃えればいいんで、それには下4倍すればいいですね。下4倍すれば、4倍すればかける4。まあですから、ここが12になって、こうなりますよね。で、それで引き算すれば、an プラス2引く 4an プラス1が、3でくくれば、an プラス1引く 4an で、で、これがまあ、消えてくれると。そしたらもうこれ塊にすれば、an プラス1引く 4an っていう数を塊と考えれば、まあ、この場合 a2 が一応必要になりますね。引き算、直を求めるのに。a2 は、まあ、ここに1入れればいいだけだから、これか。a2 は3パ24足す、ここも n だから、4ですね。28。だ28引く、28引く、32、四波32。なんで、マイナス4。だ初項をマイナス4で、公比が3。だから n 引く1乗と。で、これじゃまだ an もちろんわかんないけど、これと最初の式、最初の式もちょっと上書きすると。最初の式がこれなんで、これと連立させれば an 足す1は、3an プラス4の n 乗なんで、これで、これをこっちにこうして、なんで、an プラス1は、4an マイナス4かけ3の n 引く1乗で、これで an プラス1を消去すれば、0イコールマイナス an プラス4の n 乗プラス4かけ3の n 引く1乗なんで、これも移行すれば終了と、an が4の n 乗プラス4かけ3の n 引く1乗って、まあ、これはなんか一番確かにスッキリかなっていう感じがしましたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。このように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で、答えはきれいに書いてある。そして映像もすぐに見られるというシステムになってますんで、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。鈴木貫太郎のオンラインサロン。新聞6紙拾い読み、私が新聞6紙を読んで気になった記事についてあれこれ本音で語る生配信、毎日朝夜交互で8時半からお送りしております。 YouTube では話さないような、本音もちらほらと語っております。おかげさまで、初めて20日間以上過ぎましたが、当初予想していた人数よりも多くの方に入っていただきありがとうございます。私自身も毎日新聞6紙を4時間以上かけて読む習慣がついて、この年になっても学ぶべきことが多くて、日々自分自身が向上していくことを自分自身で楽しんでおります。まずは7日間無料体験がありますので、そちらでぜひお試しください。